ミステリー、こんばんは、おばちゃんです。また K2 さんからご指示がありましたので、そちらを掘り進んでみたいと思います。また無理、え、またえ、今年冒頭から結構やってる、え、またなの、え、元気すぎじゃない、どういうこと、またなんかやらかしたってこと、え、で調べてみたら、これのこと、北にワクチン提供しろ、立憲民主党森友子、ワクチン余ってる北朝鮮に提供しろ、え、茂木敏充外務大臣、北朝鮮は感染者出てない、ワクチン欲しいと国際社会に示してない、森、そんな評論家みたいな答弁を求めてない、ワクチンを提供するってメッセージ出せば、え、なんでこっちから渡さなきゃいけないの、え、ちょっと待ってちょっと待って、え、政治家だよね、なんで唐突にこっちから提供するって そんなコメントが出るのかしら、本当にまた森友子じゃない、これそうでしょ、ちょっとみんなのいや、いくらなんでもさ、ね、日本の議員がだって拉致被害者の人たちにもね、まだ解決してないのにそんなこと言えるはずないじゃないとは思うんだけど、なんかちょっとおばちゃん寒気してきたちょっと寒気してきたんだけど、マジで今暑くなってきたじゃない、外でみんなもう汗もいっぱいかいてるし、ここでねカンカンに冷えてもらおうかなと思ってるのが、ちょっとその動画アップします、知らないわよ冷えても、お腹だけはちゃんと腹巻きしといてね、いやもうほんと怖い、3億6000万回分お金を払って確保してることは事実なんですよ、それを提供する、まあ、コバックス査察があるから嫌だって言って北朝鮮は拒否して結局手に入れてないみたいですけれども、それぐらいのことで日本の本気度見せたらどうですか、できることは全てやるんでしょ、それを聞いてるんですよ、残念ですね、全然本気度が感じられない、本当に最重要課題なんですか。で茂木大臣、茂木大臣の北朝鮮側のカウンターパートっていうのはどなたですか。茂木外務大臣、北朝鮮側とはさまざまなやり取りをやっておりますが、まさにこれから交渉を行うところでありまして、外務省を含めて、誰がどのレベルで、交渉しているということについては、答弁を控えさせていただきたいと思いますが、先ほどのことで申し上げると、北朝鮮自身はですね、コロナの感染者出ていないと言ってるわけですよ。そして現在ワクチンが欲しいということも国際社会に示していない中でどうするかという対応にはなってくると思います。森友子君、いやそんな評論家みたいな答弁を求めてるわけじゃないんですよ、日本としてどうするのかって聞いてるんです、ワクチンを提供しますとメッセージを出せばいいじゃないですか。北朝鮮からワクチンないからどうにか日本からよこすようにって言われてなきゃこんなこと言わないでしょえ、どういうことですかこれ。でもね、ちょっとすごく怖い話をここからちょっとおばちゃんしていいかしら。あることがね、二つ判明しました。ほんと覚悟しといて、動画見てるとわかるけど、茂木ちゃん何言ってんだこいつって顔したでしょ明確なさ、何言ってんのこいつって顔したでしょそれとさ、もう一つ、もうこれもすごい怖いんだけど、新生もいいよ。で、ウイグルの件でさ、外務省アメリカのね、ジェネサイド認定に、抗議なる問題もあるけど、そう、まあ認定するのとかって、まあ、茂木もやばいじゃん。茂木もやばいけど、めっちゃまともに見えちゃったでしょ。これどうしてくれんのよネットとかさ、見てて SNS とかで、なんか、茂木さん困ってるよとかって言ってるけど、え、新生ですよ、皆さん。これもう重要な問題ですよ。あまりにも、すごい、ね、凍りつくような、また森、で、またやっちゃったでしょ
もうみんなまた森優子って呼ぶよ、うん、またがさ、やったおかげで森ちゃんまとめに見えちゃったじゃない。これもほんと重大な事件だとおばちゃん思ってますよ、うん、これもほんと事件です。謎多きコーヒーの苦み、生み出すものは UCC 上島コーヒーなどが特定。 UCC 上島コーヒー神戸市が九州大学との共同研究でコーヒーの苦味成分を新たに特定しました。長い歴史があるコーヒーですが、1500種類と言われる成分は未解決の部分が多いと言われています。 UCC イノベーションセンターを訪れた担当者は、同社が本部研究開発の藤本浩二主任が、コーヒーは苦味と酸味が重要視され、焙煎が深くなるほど苦味が深く、浅いほど酸味が強くなる傾向があると解説します。業界内の研究で酸味は酒酸、リンゴ酸などの酸が関係し、苦味はカフェイン、クロロゲン酸、ラクトンなどの成分とされています。藤本浩二主任が、正直あまりよく分かっていないのが現、分かってないんかい。今回注目の記事は、幻のウーディームササビに2つの新種見つかるヒマラヤ、絶滅したと考えられていた猫サイズの出っ歯なこのムササビがヒマラヤ山脈で生息が確認されました。そして今まで考えられていたこのウーディームササビ、実は違う新種だったことも判明しました。記事の動画を説明欄にアップしておきますので、もしよかったら見ていただけるととても楽しまれるかと思います。そしてムササビということは、この子本当に飛ぶんでしょうか。でも動いてる動きとかが本当に飛びそうな雰囲気プンプンです。記事の URL と動画の URL を説明欄の方にアップしておきますので、もしよろしければ見てください。台湾生まれの新種高級マンゴー夏行きが今ネットで話題になっています。とても滑らかで甘いこのふんわりとした食感、マンゴー界のルイ・ヴィトンと言われるほど超高級ブランドで、今年10トン超売り上げる見通しだそうです。パパイヤのような味わいもするというこの高級マンゴー、一度は食べてみたいですね。外国人、日本の会社がとんでもない食品サンプルを作ってる。まるでこぼしたかのように見えるプラスチックの食品模型、株式会社岩崎食品サンプル。あ、オムライス、あ、リアルね。でもね、おばちゃんね、コーヒー欲しい。でね、このね、なんていうの、この食品サンプルがさ、パソコンの映像を見て、いたずらで欲しいってね、思ってる海外の人とか、あと、何、ちょっとやめてくれって、リアルすぎるから気になってしょうがないって人も。面白いね、うん。いや、でもね、これは確かに、おばちゃんもね、欲しい。オムライス、卵もいいわね。かっぱ橋商店街行けばあるのかしら。今度ちょっとおばちゃん見てこよう。みんな楽しみにしてて。ちなみにおばちゃんがね、今までそれで一番のいたずらってね、学校終わって帰ろうと思ったら、当時さ、おばちゃんたちのさ、学校で靴が盗まれるから、パカパカパカってさ、ドアつけたのよ。鍵がないと意味ないんだけど。ただドアがついてたのね。で、ドア開けて靴出そうとしたらさ、中にいっぱいカメムシが入ってんのよ。それ、友達がさ、いっぱい入れたんだけど、おばちゃんさ、一瞬それ見て、異常気象が起きて、地球が、何、滅亡するのかってびっくりしちゃったのよ。だってみんな思わない、ものすごい数のカメムシがいっぱいの中にあったらさ、ね、異常気象だと思うでしょ、うん。おばちゃんね、世界の終わりだと思ったの。うん。いやでもね、靴、すんごい匂いになってて、うん、これもね、世界の終わりですよ。うん。
さらに重大事件発生です。ちょっとね、タイトルも言うのもはばかられる内容でして、ちょっと皆さんは注意してご視聴ください。まるで漏らしてしまったかのようなデニムパンツが発売される。ウェットパンツデニムと名前もそのままのデニムブランドがアメリカで誕生。股間にうっかりお粗相してしまったかのような締め付けとなっています。で、3つのスタイル、ブルー、グレー、ホワイトの3種類カラーで展開されるウェットデニムパンツは価格75ドル、8200円。さらに同ブランドは家にある人魚をおもらし加工にするサービスを30ドル、約3300円。いや、誰がさ33円払って、え、おもら、わお、わお、なんで手袋するの、リアルじゃん。だ、これただの加工でしょ、濡れてはいないでしょ。やめてよ、わお、これ買う人がいるからこういうギャグで、ギャグだったらそんな 長生きできませんよ。それか本当に常にちょっと周りからそういう風に見られたいっていう人用なのかしら。これ事件ですよ、重大事件です、ていうか本当3300円で、まずちょっとやってみたいね、一体どんな風になったのでも日本からだともう価格めっちゃ上がっちゃうね。もし誰かやられる方いたらちょっと教えていただきたいんですけども、これはか、これはあかんで、ね。ビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シリクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。